やっぱりファッションといえば足元ね。めちゃくちゃシャープでフォルムがかっこいいですね。はい、どうもバーセロナしばるです。本日は、ね、今週末に迫りましたヨハ、ね、ヨハのポップアップ、今週末の29、30の2日間ですね。この2日間限定の1年に1回の、ヨハのポップアップのイベントを開催することになっています。まあ、あの告知の内容に関しましては、前回ねこういったあの形で動画であのご紹介させていただいてますんで、はい、そして各ですね、今回の目玉アイテムね、ベルテッドのコートね、こちらにサムネ貼ってますけどね、ポンチョコートであったりとか、あとインナーのタートルネックね、うん、とかあと革コートだったりとかね、あの革パンだったりとか、いろんなものたくさんこんな感じで過去の動画でね、ご紹介してますん で特に今週は、ユハのねポップアップに向けたそのユハの、新入荷の新しいアイテムをねたくさんご紹介してさせていただいてるんですけど、本日のご紹介はですね、今回のポップアップ限定で、全国で、こちらバースデーだけ、ね、バースデーオンリー、ね、バースデーのエクスクルーシブの、アイテムをね今回別注で、デザイナーのね竹永さんに制作していただきましたんで、本日はそちらのねスペシャルアイテムの皆さんね、ずっと服だったんでね、お洋服も大事なんですけど、やっぱりファッションといえば足元ね、皆様のね大好きなね、そしてバースデークルーがみんなが愛してやまない、本日はブーツご紹介させていただきたいと思っております。まあ、こちらね、もしかしたらあの本日の動画が、ね、少し時間差でもしかしたらユハのポップアップの、ね、前にまでにちょっと流れないかもしれないんですけど、今回この別注ブーツもそうなんですけど、ユハのブーツに関しては在庫 かなりの数をね今回ご用意させていただいてますんで、こちらバースデーのね概要欄に貼ってますオンラインストア、ね、で在庫確認していただいて、今日ね僕らが、僕と、うちのリュウちゃんと2人で、カラーがね2色展開になってますんで、そちらね、1色ずつちょっと履いて、まあ、実際に履いた感じの雰囲気だったりとかディテールの紹介とかねしっかりやっていきますんで、本日も最後までご視聴いただければと思います。そして、本日もチャンネル登録といいねボタンお忘れなく、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあそれでは早速スペシャルブーツご紹介やっていきます。はい、今回ですね29、30の2日間ですね、土日開催のユハのポップアップデザイナーさんの、ね、竹中さんにもしっかりお越しいただくんですけど、もう準備がねすでに完了しております。ちょっとねブーツのご紹介の前にですね、こういった感じの今回の秋冬のラインナップがですねしっかりと揃ってます。そして、前回動画でもお伝えした通りですね、いわゆるまあ生産ができなかったものですね、ドロップしたアイテムっていうののサンプル商材っていうのも全国で1点しかないアイテムですね、そちらの方をですねご用意させていただいてますので、結構ですねこれはユハファンにとってはものすごくやっぱ特別感があるようなラインナップになってるんじゃないですかね。あとはそのバスでもなくなった在庫だったりとか、欠けてしまった商品、そして色違いのものとかですね、そういったものまでね結構幅広くね今回はポップアップもうしっかりとこんな感じで展開させていただいております。サイズ展開もねありますので、よかったらね気になるアイテムとかあったらねぜひね福岡にお住まいの方とか近郊にお住まいの方は来ていただければなっていうところですね。はい、ぜひお待ちしております。すごいねラインナップが。そうですね、ねいや昨日ね僕とリュウちゃん昨日ね東京からちょうど帰ってきてね。そうですね。はい。で、そしてもう戻ってきたらこんだけ準備バッチリ今ちょっと準備やっちゃって。そうですね。多分梅が頑張ってくれた。いや、ていうかすごいね。このいや、やっぱねラインナップすごいですよね。これ過去最高なんじゃない。そうですね。この物量って。ですね。なんか同じ。すごくない？うん。なんかうちのやっぱ在庫と追加で持ってきていただいた在庫が相まってまだまだね全然ストックがある状態なので。めちゃくちゃすごい。結構ほぼフルラインナップの形なんですよ。そう、それをしっかりと見せてあげれるっていうところがやっぱね僕たちからしてもすごくいいポイントかなっていうところでございます。確かにね。でこうやっぱりユハといえばブラック そうですね、そして今回の差し色のこのバーガンディね、ボルドー茶色ね、ブラウンね、そして、この
グリーン、アイボリーね。はい。ね。やっぱここらへんね、今回色がね、分かりやすくちょっと見せてるんで、そうですね、大体4から5色の中でしっかりとこうスタイリングで落とし込んでるっていうね、まあ、コンセプトで今シーズン作ってます ね。はい、じゃあ早速本日の本題のメインブーツです ね。バースデーのエクスクルーシブアイテム、はい、ご紹介お願いします。ではこちらをご覧ください。はい、はい、今回ですね、ちょっとこっちを先に写していただきましょうか。はい、今回ですね、あのダブルストラップチョッパーズブーツ、まあ、ミドルカットのですね、結構フォルムの細いシャープな、ね、ブーツになっております。こちらはインラインで出てるブラックです。 そしてうちが別注しているのがこちらのホワイトでございます。こちらかっけー、めちゃめちゃかっこいいですよ。ちなみにもう僕すでに履いてるんですよ。ちょっと後でゆっくりね。もう履いてる。そうなんですよ、ご紹介させていただきたい。履いてるじゃん。めちゃめちゃかっこいいですよ。ずるい、もう履いてる。この感じですね。かっこいいな。いいでしょう。ああ、合う合う。僕結構ブラックのね、ブラックとかあとキャメル系のブーツ多いんですけど、初めてですね、生まれて初めて多分ホワイト買ったと思います。このホワイトって結構抜け感があってとにかくかっこいいんですよね。そういうブーツになっております。まあ、こちらはね、インラインの方のブラックと、そして、別注カラーのホワイトですね。こちらは先ほどね、砂尾さんにおっしゃっていただいたように結構数積んでるんですけど、もうすでにめちゃくちゃ問い合わせが殺到してます。実はね、そう なるべくね、予約とかはねあれなんですけど、うん、まあ、今回はねある程度のたくさんの人にね見てもらいたいんですけど、そうなんですよね。やっぱこれね、今からご紹介しますけど値段もね、そうなんですよ、値段めちゃくちゃ良くて、これ、まあ、2つも別注もあのインラインのブラックの方もですね、同じ金額で、税込み9万9000円なんですよ。そう、割とこんだけの、まあ、もう見ての通りですね、もうクオリティとにかく高いアイテムとなっております。そちらのねアイテムを9万9000円で買えるっていう、もう少しねちょっとね、まあ、スペックだったりとかそういう素材の話だったりとかができたらなと思うんですけど、とにかく9万9000円で買える代物では正直ないです。めちゃくちゃコスパいいと思います。そちらをねちょっと白黒、まあ、しっかりとちょっとうんちくをご紹介していきましょうかね。うん、はい、そうね。じゃあちょっと早速、ではまずちょっとブラックの方、まあ、ブラック後ろちょっとね、その革のスペックとかをご紹介していきたいと思います。ブラックはですね、まあ、ブラックもホワイトもなんですけど、カウレザーですね。カウレザーをベースに、ジョッパーズブーツって言われてる、まあ、いわゆる乗馬用のね、あのブーツをモチーフとしているため、こういうサイドにストラップがついてます。そう、大体なんかこう乗馬用ってこうフロントにこうストラップがついてるんですけど、後ろにですね、そうダブルのストラップを用いてるという。で、高さはミッドカット、いわゆるデミブーツって言われてるね、ミドルカットのブーツになっております。だから結構履いた時、ちょっと僕の足元を見ていただいていいですか。もう裾が被っちゃったらハイカットのブーツあんまり変わんないんですけど、そう、でも実際のところこんな感じですね。なんかすげえ足元がすっきり見えるね。そうなんですよ。そう、とにかくこれあの、はい、めちゃくちゃシャープでフォルムがかっこいいです ね。あのやっぱこう筒も細いしね。そうなんですよ、めちゃくちゃいいね。そうで、トゥーも結構ポイントとで細身ですね。もうすごくスタイリッシュな感じになってます。ただですね、こんだけスタイリッシュの割にはですね、あの結構あのワイズが大きいので、はあ、そう、意外とわ細いって思われても実際履いてみたら意外とやっぱちゃんと履きやすいような仕様になってますね。へー、結構ほら見た目が細いけどほらちょっとねしんどいんかなと思っとったけど、そんなことないよね。そうなんですよ。で、今回その別注の時にですね、竹川さんと結構打ち合わせしてたんですけど、革の色の選定だったりとか、あとそのソールの選定ですね、もうここは逆にちょっとこう白黒はっきりさせた方がいいんじゃないかなという、まあちょっとねデザイナーさんのあの意見もあり、もう真っ黒のソールで今回はしております。こんな感じです。後ろはもう僕4、5回履いてるんで、うん、このレザーソールか。はい、そうです、レザーソールなんですけど、ね、若干擦れてるかもしれないですね。いいね、この白と黒のね、この配色コントラストめちゃくちゃいいですよ ね。この配色合わせやすいもんね。めちゃくちゃ合わせやすいです、うん、もうこの白黒のブーツと、まあ、インラインで展開しているもう真っ黒のブーツですね。これどっちもとにかく合わせやすいんで、あの初めて買われる方とかは意外と黒とかの方が使いやすいかもしれないです、インラインの方ですね。ただうちのお客様って結構ね、黒ブーツってみんな結構あの、まあ、制服じゃないけど鉄板で持ってる方ってすごく多いので、うん、そういう方に私たちが提案するこういう白ブーツですね、こちらの方をご用意させております。ね、もうとにかくやっぱ白の抜け感って結構秋冬になったらものすごいやっぱあの使い勝手がいいので超おすすめです、私からしても。そう、そして、ですね、
このなんかあのいつもユハがねあの制作しているところっていうのが、まあ、いわゆる靴の名産地であるあの浅草ですね。そう、浅草の職人さんにあのほとんどここでハンドメイドで制作しておりますね。そう、抜き型っていうのを使用しておらず、すべて手立ちで作ってて、そしてあの、まあ製法はグッドイヤーベルト製法なんで、全部あのソールも、だいたいソールが削れてきたら、交換することも全然可能です。まあ、ずっと履けるってやつですね。いわゆるずっと履けるブーツです ね。でもさ、これグッドイヤーなんでさ、コバとかもさ、うわ、細いな。結構細身なんですよ ね。もうまさにコバを結構削ってるんで、もう少しコバが普通はあるんですけどね。タイトだな。めちゃくちゃシャープに仕上がってますね。確かにすげえ。でとにかくですね、僕はあのもうあの到着して 4,5 日経ってるので履いてる感想なんですけど、あのこれヒールがちょっとちっあのなんていうんですか、高さが低いんですよ。本当だ。そうだから歩きやすいです。めちゃくちゃ歩き疲れないです。そう、とにかくこれがいいポイントだなって僕は思いました。あの一応おそらくですけど、ちょっと測ってないんですけど、まあ3センチぐらいはあるんですよ。そう、でもこの3センチのソールって結構低めなんで、割となんか歩いててそこまでこうピンとしてるようなあの感じにはなんないので、うん、結構歩きやすいなと思いましたね。なるほどね。結構これはですね、なんかブーツを愛用してる方結構、まあいわゆるまあ分かりやすく言うならですよ、まあ、サンローランとかセリーノとかのブーツみたいな見え方なのにもかかわらず履き心地が良くて、そしてなおかつずっと長く使えるっていう、それでもってこの92,000円ってめちゃくちゃ安いと思います。もう昨今レザー超高くなってるんで、そうこの値段でもう本当買える代物じゃなくなってきてるんで、確かに早めにぜひ、はい、これはちょっとね、あの皆様にご検討していただければなと。確かにさ、10万アンダーでこういうね、まあ職人系のさんが作ってるようなブーツって手に入らんもんね。本当そうですよね。もうなんか職人って言ったらちょっとこうアルチザンっぽいイメージですけど、うん、ものすごいエレガンスなデザインになってると思います。本当なんかサイド、このサイドベルトが効いてますよね、ダブルストラップがですね。ちょっとじゃあ、私も白見せちゃったから、うん、そのスノーさんにちょっとブラック履いていただきましょうか。ブラック、はい、俺今日革パンやけど大丈夫？いや、めちゃめちゃいいじゃない俺あの革パンに革なんだけど大丈夫かな。ダブル革でいいじゃないダブル革でいこうか分かりました。じゃあちょっと履いてみます。はい、どうですか、この重厚感のある箱ね。あ、いいですね。今回はね、ちょっと箱も、ね、箱も写しとこうと思ってね。そして僕が、今回は黒をね履いてみました。黒ね、あー、いいですね。てかほんとさ、リュウちゃんの言った通りマジで相当履きやすい、ね、いやほんとそうなんですよ。いや、これ、あのこれさ、あの想像以上に本当にね、あの幅がね、あのきつくないっていうのと、あとね意外とこのダブルストラップ俺めんどくせんかなと思ったけど、これ上だけでいいね。あ、そうですね、上だけ外してもらえると、上だけ外してやって、はい、もうそのままスポッと履けると思います。 でそれでね、で今回ねサイズ展開がね8と9、そうですね、26センチ、ね、27センチですね。で僕が履いてるのが26センチです。26センチで、僕がねスニーカーが基本的に大体ね、いつもね僕はねでかく履いて27ね、実際の足のサイズは 5.5 とか6で結構ちっちゃめ。なるほど。ちっちゃめで、まあ 5.5 とか6やけん、まあ本当にね26履いてるけど、あの余裕で履けます、26ね。だからまあ、そうやな、僕の体感で言うと、まあ 6.5 ぐらいまでの人はこっちでも別にいいんじゃないかなっていう。で本当に実際27以上の人は 7.5 とかぐらいの人でも多分もう一個のサイズはないんか。わ、そうですね、いけるんじゃないかなと思う。そうですね、いけると思います。サイズ展開がそんなにこうわーっといっぱいあるわけじゃないから、あの逆に選びやすいかもですね、うん、振り幅は結構大きいんでかなりいいと思います。わ、でこれマジいいわ。あの今日あのね、前回ねご紹介させていただきましたこちらのポンチョね、ポンチのポンチョもね、ありがたいことにね、YouTube 掲載のね、アップロード後むちゃくちゃ注文が入るっていうね、びっくりしましたね。まあ、まあね、多分あと数点なんですけど、ポップアップ見にねぜひご覧ください。ここらへんね、ちょっとせっかくなんで今日はねユハの、こういうポンチョコートにユハのねお部屋のこういうカーディガン、ああいいですね。でこの辺ももううちも全完売しとったもん、ね、そうなんですよ。だからまあ、ね、いわゆる復活ですね、復活在庫ですね。このねカーのグリーンとね、あともう一個パープルもね、はい、さっき見たらあの復活してたんで、この辺もね買い逃された方ぜひこの機会にね
ぜひご覧ください。よし、じゃあ、まあ、黒のねスタイルちょっと皆さんね焼き付けておいてくださいね。レザーパンとの合わせいいですね。まあ、ちょっとこのシュッとしてね。で、今回ユハもからも、ね、もちろん革パンもそうだし革コートもそうだし、結構ね革製品結構出てるんで、何気にねユハの革製品ってすごいね、またこういう品のいい靴にめちゃくちゃ合う雰囲気で作ってたりするから、意外にねあるうちに見といた方がいいかもしれないです。後にね割と結構ほら後から他のみんながね革のやつ良かったですよねみたいな話をねよく聞くんで、意外とチェックしといてもらったら方がいいかもしれないです。革製品ね、まあウールもねもちろんね人気でもちろんいいんですけどね、けど革製品ぜひねチェックしてもらえればいいんじゃないでしょうか。よし、じゃあラスト、リュウちゃんにちょっと白のスタイリング、そうですね、白ブーツでのちょっと白ス、ね、スタイリングをねはいご紹介しましょうと思います。はい、今回のねまあ、ユハの毎シーズンのシグネチャーアイテムと言われてるベルテッドコートですね。とこちらもですねやっぱ毎シーズンめちゃめちゃ通販も入るんですよ。と店舗でももうすでに結構ね数が売れてるんで、これも本当残り数着です。てかまだアイボリー在庫あったんだね。逆にあったんやっていうレベルですよ、ね、あったんだね。確かに多分ですねこれ1点だけじゃなかったかなと、あと多分ラス1だと思います。ラスもあるんですけどね、意外と。わーこれあれだね、じゃああれだな、ユハファンからすると結構これ結構やばいやつかもしれない。この組み合わせ、まあ、パンツ黒なんですけどね、むちゃくちゃいい。そうなんですよ、パンツ黒なんですけど、今回はそういうアイボリーと足元をちょっとこう同じ系統のカラーで合わせたっていう感じのスタイリングですね。と僕結構ねおすすめはもうほんと白のパンツとかでももちろんめちゃくちゃいいと思います。とただねやっぱそのパンツだけちょっとメリハリつけて黒でっていう感じのねスタイリングにしてるんですけど、やっぱ足元の抜け感って本当なんかこう雰囲気ありますよね。いやめっちゃいいよ。意外とさほら秋冬ってさ、はい、まあなんか特にメンズさ割と結構黒多かったりする。そうです ね、だけどさそういう時の足元にやっぱ結構いいよね。そうなんですよ、なんかこう特に今までのまあね秋冬ファッションといえば結構黒主体というか暗めのアイテムが主体ですけど、ちょっと今季はですね、まあ、ユハのみならずどこのブランドからでも黒だけじゃないファッションっていうのが結構ねなんとなくこう動き的にあんのかなっていう感じがします。うん、確かにちょっと流れが変わってきた感はあるよ ね。例えばこういうアイボリーがさすげえ飛ぶように売れるのもさ今までやったらなかったことだ ね。いや本当そうだと思いますよ。なんか結構みんなすげえおしゃれだなって俺も思うもんね最近。日本全体のファッション好きの方のレベルが上がってるじゃないですか。ねえ、なんかそんな感じするよね。って僕は思ってますね。うん、なのでやっぱ結構ね秋冬は暗いものじゃなくて結構こういう色物とか、うん、アイボリー白とかそういうものでね抜け感をねちょっと出した、まあ、秋冬ファッションっていうのをねしっかりとね、まあ、ここら辺、まあね、こういうファッションフリークの皆様にはねお楽しみいただければなと思います。そう、そしてねなんといってもこの別注の白ブーツね、白とにかく白ブーツです。うわー白めちゃめちゃいいです。これはいいわやっぱ超絶かっこいいですよ。てかマジ履いてほしいねみんなにね。いやこの、この良さは履いてみないと分かんない、多分履いてみたら、あ履いてこの金額と雰囲気やったら結構こう満足度高いんだな。そう今回ね予約とかも受け付けてなかったんで、うん、ちょっと早いもの勝ちになりそうな感じではあるんですよ。うん、結構数は積んでるんですけど、うん、それでも多分なくなるの早い気がします。うん、そうこのおすすめブーツ9万9000円でございますね。そうで、まあ、インラインのね須磨さんにさっき履いていただいたインラインの、まあ、黒ブーツの方もね、まあ、同じ足数くらいの数がありますので、結構ね今からの今からまあバースデーでねようやくねちょっと靴のバリエーションがね充実してきたタイミングです。そうなので結構足元揃えられるのめちゃめちゃいいと思います。そうこういうちょっとね僕たちはまあまあ、いわゆるこういうスタイリッシュなね、細身のねアイテム足元を合わせることとかも多いので、やっぱスタイリングのねこうやっぱベースとなる足元っていうのはすごく僕的には大切なのではないかなという感じで思っております。まあ、今回ねユハのポップアップが今回多分アップロードされるのが早くて多分土曜日とかになっちゃうんで、もしかしたら遅かったら日曜とかになる可能性があるんですよ。そうだからこそねちょっと今のうちにねやっぱ撮影してやっぱそのあるものとかをねちょっとお見せできたらなと思ってますので、こういうね足も、まあ、実際に店頭に来ていただけるとすごくまあありがたいなとは
思ってますね、私も。で、2日間限定でね、デザイナーさんもいらっしゃるので、よかったらね、早めに動画が上がれば、ぜひ、この告知を見ていただいた方は、お越しくださいませ、ぜひ。はい。じゃあ、こんな感じでね、今回は、ユハの、まあ、イベントのね、告知と、ベチョブーツですね、こちらのね、ご紹介をさせていただきました。そう、最後までね、見てくださった皆様ありがとうございます。この2日間はですね、スタッフもうフルラインナッププラスデザイナーさんです、ね、おーすごい結構人数その店頭のに来るだけでも結構楽しいかもしれない ね、 ね、今回はね、結構わちゃわちゃしてて盛り上がってすごく楽しいかなと思いますのでぜひよかったらね、はい、デザイナーさんともちょっとね、そういう生産背景だったりとか、そのね、ブランドコンセプト、アイテムを作ったね、まあこう理屈とか理由とかそういうものをね、お伺いしながら、プライベートなお話をしながらね、皆様でよかったらね、盛り上がっていってください。はい、それではね、また次回の動画でお会いしましょう。最後まで見てくださった皆様ありがとうございました。またお待ちしております。